黄昏に染まる水平線に太陽が沈んでいきますと、薄明かりの残る空に星々が浮かんでまいります。目を閉じて心安らかに流れる声に耳を傾ければ、夜空の向こうに星座の物語が聞こえてくるようです。皆様にお送りする癒しの時間、ライ麦ラジオ。夢の世界にご案内いたしますのは、私、眠り屋のライ麦です。はい、いらっしゃい、どうもこんばんは。眠り屋のライ麦です。毎週の水曜日、それから毎週日曜日はライ麦ラジオということで、のんびりまったりお送りをしていきます。まずはお便りのコーナーですね。このコーナーでは寝る前にほっこりできるようなエピソードを募集し、読ませていただいております。今回お便りをいただきましたのは、冷蔵庫の中のもので何でも作るさん、スヌーピーの大親友黄色の鳥さん、花壇特攻隊長さんです。順番に読ませていただきます。ラジオネーム冷蔵庫の中で、あ、ラジオネーム冷蔵庫の中のもので何でも作るさん、こんばんは。こんばんは。いつも YouTube 最後まで聞けずにぐっすり朝まで眠れています。お世話になっております。あ、いや、こちらこそありがとうございます。いつも YouTube、ほっこりエピソードなのかわかりませんが、我が家は常にほっこり家族なので、家族の紹介をしたいと思います。旦那さん、横になると猫ちゃんがお腹に乗ってきて、横向きに寝ると猫ちゃんに怒られるので仰向けにしか寝れない。かわいい。娘ちゃん、中学の2年生自室で、自分の部屋で一日中、現在自粛中なので友達と LINE で話していて、時々わははって笑い声が聞こえて楽しそう。私、朝はツイキャスで目覚め、夜は YouTube で眠りに落ちると。これ僕ですね。そして猫ちゃん5匹と5匹、自分を完全に猫だと思っているワンちゃん1匹です。そして3月の27日に
子猫が4匹生まれました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。完全室内飼いだから、去勢をしていなかったのですが、スルッと脱走して子作りをして、いつの間にかお腹が大きくなっていました。あらららららら。あらあら。そして猫が5匹になっていったのです。あ、それで5匹になったんですね。もちろんこれ以上は増やせないので、子育てが終わったら6月の15日以降、広島のお値段が良心的な動物病院で去勢手術をしてもらいます。あ、それで、中二の娘ちゃんの友達家族が2匹を引き取ってくれるということが決まりました。あー、素晴らしい。子猫ちゃんが近所の知り合いにもらわれるのはすごく嬉しいです。幸せになるんだよー。ちなみに、猫ですね。猫の説明ですね。長男、黒でモフモフでかい。末っ子、サビ猫は、もふっとして小さい、が残っています。お近くの方がいれば届けに行きます。広島ですね。こういう時でなければ、全国どこでも届けますって言いたいです。全世界の皆さん、しなやかにこの困難を乗り切りましょう、というお便りでございます。ありがとうございます。新しい。そうか、なるほど。僕のこのチャンネルを使って、猫の引き取り先を探すという。なるほど。誰か、いませんかね。ね。もし、引き取りたいよっていう方がいらっしゃったら、じゃあ、僕まで、ツイッターの DM か、まあ、メールアドレス、載せてますので、そこまでね、ご連絡いただければ、私の方から、中継して、何でも作るさんに連絡を、入れますね。あー、なるほど。皆さんもこういう使い方ありですよね。こう、自分のこう、なんだろう、いらないものとか、メルカリかな？メルカリチャンネルかな、うん、こういう使い方もありですね、でもね。あー、ありがとうございます。なんなら僕が、いや、育ててみたいなぁと思う日は、日々ですよね。うん、猫ちゃんね。いや、なんか、一匹いると癒しが違うんだろうなぁって、すごく思ってます。ただ、僕すごくね、面倒くさがりなので、ちゃんと餌やれるかなっていう。うん、その一点ですよね。その一点。あと、そうですね。僕、猫アレルギーなんですね。ダメじゃねえか。猫アレルギーなんですね。うん。猫アレルギーなのかダニアレルギーなのかわかんないですけど、なんか、うわーってなりますね。うん。でも、まあ、人生で一回だけなんで、それなったのは。大丈夫だとは思うんですが、うん。まあ、皆さんね、もしよろしければ、猫ね、引き取りたいよっていう方がいらっしゃったら、ぜひ、ライムギのツイッターの DM もしくは Gmail までご連絡ください。はい。お便りありがとうございます。ラジオネーム、スヌーピーの大親友、黄色の鳥さん。ライムギさん、こんばんは。こんばんは。朝、スズメの声で目を覚ましました。いつもより大きな声で鳴いています。いつも来ているスズメたちです。窓から覗くとスズメたちの井戸端会議。どうしたのかなとふと横を見ると土みたいな泥みたいなものが壁にくっついていました。もしかして初めてツバメが巣を作ろうとしているのかな。ほう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 。自分たちの遊ぶ場所がなくなってしまうねと話していたのかなと思っていたら、遠くの方にツバメみたいな鳥が飛んでいました。その鳥もくるくる飛びながらスズメの様子を伺っているようでした。なるほどね。はあ、ははあ、巣を作りたいなと思ってるけど、先客のスズメたちがいるから作りづれえなと思ってるんですね。
このままスズメとツバメが話し合うようなことがあるといいなと思います。そして一緒に成長していってくれると嬉しいな。これからどんな物語となるのかとても楽しみです。明日からもまたお顔を見せてね。おー、いいですね。共存、共生ですね。ライ麦さんの今の楽しみは何ですか?というお便りです。ありがとうございます。今の楽しみですか?僕の今の楽しみですか?動画を投稿して反応を見ること。ですかね。うん。ちょっと後ほどね、お話をするんですが、最近ね、TikTok を始めまして、それも相まってですね、まあ、TikTok で動画を投稿する、YouTube で動画を投稿する。で、それを投稿した後に、皆さんからの、まあ、高評価とか、それからコメントとかね、コメント全部返してますし、そういうのを見るのが一番楽しい。朝一でそれを見るのが一番僕は楽しいですね。うん、僕の楽しみと言ったらそれぐらいですね。あとは、ご飯を食べることですかね。うん、幸せですね、ご飯食べてる時間は。最近はですね、午前中はご飯を取らない、食べない、というふうにしておりまして、ちょっとね、自粛太りが多少ありまして、これはいかんということで、午前中をご飯を抜いてですね、まあそれでも十分に生きていけますので、で、まあ午後12時になったら、朝ご飯兼昼ご飯を食べるという生活をしておりますので、お昼が待ち遠しいですね。うん。というところですね。僕の楽しみ。うん。まああとは先ほどの一個前のね、猫の話ですとか、あと、まあ、この、ツバメスズメの話じゃないですけど、うちはまあ、生き物はいないんですが、まあ、このね、アイビーちゃんがおりまして、植物、観葉植物のアイビーがありますので、こちらに水をやるのが、僕の唯一、なんだろう。僕以外の生物と、対話をする時間。水をやって、あ、なんかちっちゃいの出てるなとか、この辺とかね。ちっちゃいのが出てるっていうのを見て、変化を楽しんで、目の保養にするということをしてますね。うん。ぐらいっすね。ぐらいっすね。はい。そんな楽しみを、本当に今動画を作ってね、投稿することが楽しいのでね。それ以外あんまりないですね。という感じです。お便りありがとうございます。ラジオネーム、花壇特攻隊長さん。麦くんこんばんは。こんばんは。同時エピソードパート2をお送りします。先日、ユニバーサルスタジオジャパンに行った時の出来事をお話しします。その日は妹とユニバに遊びに行きました。ついてしばらく遊んでいると、私、気づいてしまったんです。自分が着ていた T シャツの柄がミッキーだったことに。大勢のユニバにいる方々に笑顔で喧嘩を売ってしまいました。喧嘩売ってますね、それは。妹に言うと、うん、知ってたで、間違いやなって思ってた、と言われました。もっと早くに言うてくれ。本当に申し訳ありませんでした。でも私、ユニバ大好きですって。めでたし、めでたし。というお便りです。ありがとうございます。我が家にもね、ちょっと後ろに飾ってあるんですけど、実はいただき物のミッキーのぬいぐるみと、あと、自分でユニバにいた時に買った、スヌーピーのカチューシャがありまして、ミッキーにスヌーピーのカチューシャをつけています。いいじゃないですか。仲良くしましょうよ。ねえ、うん。世界観ぶち壊しですけどね。
さすがにちょっとね、ディズニーに行くときにスヌーピーのカチューシャをつけていくというのは、ちょっとね、自殺行為なんで、やめとこうかなとは思ってます。うん。ディズニー行きたいなぁ。ディズニーシーにね、まだ行ったことがないんですよ、僕。ディズニーランドはね、何回かあるんですけど、そう。ディズニーシーに行ってね、タワーオブテラーに乗ってみたいですね。うん。なんか最近すごくタワーオブテラーに乗ってみたいですね。多分ね、多分そろそろ行っとかないと、そろそろ行っとかないと一生乗れない。うん。多分もうリミット来るよ。もう無理っていうリミット来ちゃうから。今ちょっと、絶叫系とか全然行けちゃううちにね、今のうちに、チャレンジした方が、いいのかなというふうに思ってますね。大丈夫かな。だから最近、そうなんですよね。まあ、せっかくね、今、千葉に住んでまして、で、まあ、ディズニーランドまで電車で30分かかんないかかかるかぐらいなんですよね。なので、今のうちなんですよね、本当に。で、よくね、こっち引っ越してきてから、友人京都に住んでいた頃の友人とか、まあ弟もそうですけど、それからまあ愛知に住んでいた頃の友人とかが、まあ、ディズニーランドに行くための宿にしてまして。そうなんですよ。まあ、ごく近しいね、ごく親しい、友人ですけれども、が、まあ、ディズニーランド行くんだけど、泊まっていい?つって、もしくはまあ東京で用事があるんだけど泊まっていい?つって、で、あ、いいよ、狭いけどね、って言って、うん、止めることはあって。まあ、それもね、僕の予定では、半年後か、まあ、最短半年後、まあ、最長来年の2月末とかですかね、に引っ越したいなと思ってますね。うん。まあ、最近は、この前のね、雨の音のラジオでも、ちょっとお話をしましたが、お話ししてないか。あれ?時系列がぐちゃぐちゃなってる。まだしてないかな。来週の月曜日にしますね、そのお話は。すでにね、動画を取りだめておりまして、時系列がぐちゃぐちゃなんですよね。うん、あれ?話したけどまだみんなには話してないってことになるんですもんね。投稿していないから。そうですね。うん。まあ、話すんですが、引っ越したいなと思っておりまして、まあ、自然のね、多いところ、今の職場から、あまり遠くないところで、できるだけ自然の多いところに、引っ越せたらなというふうに思っております。今の最有力候補は、神奈川県。神奈川県を狙ってますね。神奈川県のどこかを狙っております。はい。もうかなりね、ここかなっていうところは見つけてるんですが、ただ、まあ、まだそこ行ったことないので、行ったことないのにここかなはおかしいんだけど、うん。まあ、そこ狙い、ですかね。うん。というところですね。まあ、それで引っ越してしまったらね、もう、ディズニーランドの宿としては、あまり機能しないかなというふうに思いますので、多分、ディズニーランドまで1時間半とかかかるようになっちゃうから。うん。皆さん今のうちですよというふうに。いや、ダメだけど。ダメだけど、うん。うちはね、本当に一人分のスペースしかなくて、誰かを止めるっていうのは基本ないですね。本当に親しい人しか止められないですね。気を許した人しか。うん、もう今なんか完全にもう、スタジオ。になってまして、スタジオスペースがあるから、ワンルームに
スタジオスペース作ったら、もう、ないの、スペースが。あともう、布団しか置けない。うん。スタジオってか、もうこのデスクがあって、で、この、こっち側が布団になってて。でも、あとはもう、キッチンっていう。うん。本棚があって、向こうキッチンっていう。もうそれだけなんですよね。水回り、棚、で、デスクがあって、布団みたいな。うん。その4部構成で、めちゃくちゃ狭い空間に、ずっと生きております。うん。ただ家賃が安い。そう、なんかね、ほんと破格のお値段でして、それなりに綺麗なんですよ。それなりに綺麗で、特に不自由もなく、で、駅までも徒歩5分10分で着きますし、スーパーも近いし、何にも不自由のないお部屋で、すごくね、愛着があるんですが、これでね、家賃がね、めちゃめちゃ安いんですよ。まあ、いくらとは言いませんけど、いくらって言っちゃったらなんか調べられちゃうから。安いんですよね。破格です。この辺りでは一番安いと思います。わかんないですけど、調べたことないんで。っていうところからね、引っ越そうかな、引っ越せたらいいなと思ってますね。で、引っ越した暁にはね、そういうちょっと自然に触れられる場所でゆっくりと過ごしながら、動画を作りたいなって思ってます。やっぱり自然に触れながら生活すれば生まれてくる動画も変わってくると思うんですよね。まあ詳しくは来週の月曜日に話すんで来週の月曜日の雨音ラジオで、一緒に読書の雨音ラジオでお話しするので、まあそこに撮っておきましょうかという感じですね。以上、お便りのコーナーでございました。お便りのコーナーでは寝る前にほっこりできるようなエピソードをいつでも募集しております。ほっこりできるエピソードに限らずね、いつでも募集しておりますので、なんか本当にいつも聞いてますよとか、簡単なもう YouTube のコメントの延長線上でも大丈夫ですので、ぜひ気軽に Twitter の DM まで、もしくはまあ Gmail のアドレスまでお送りください。はい、お待ちしております。ではね、この後フリートークの時間に入っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今日はちょっとね、雰囲気が違うなというふうに思われるかもしれませんが、今回ですね、波の音を聞きながらトークをしていきたいなというふうに思います。はいね、これから水曜日かな、毎週水曜日のラジオはこの波の音をね、流しながらフリートークをしようかなと思っております。はい、これもこれでなかなか落ち着く音楽ですよね。ということでね、いつもの通り、キャンドルに着火をしていきます。はい、こうですね。
いやー、なんか、自粛が明けそうっすね。本当になんか、当たり障りのない、挨拶がてらの話題ですけど、自粛が明けそうっすね。どうなるんでしょうかね。なんかまだ僕は、静観しているんですけれども、なんか、別に、ウイルスがなくなったわけじゃないんで、なんかまたもう一波乱ありそうな気がしています。こう、完全に、緊急事態宣言が解けて、自粛が解けて、それの2週間後だからまあ6月の上旬か中旬あたりに、ちょっとなんか、もう一波乱ありそうな気がしていますね。まあ、皆さんもね、お体にはぜひお気をつけください。ぜひ、お体にはね、お気をつけください。はい。で、まあ、そうなってきますと、まあ、6月以降ですね、私も、ま、会社で働いておりまして、普段は、働く身ですので、6月以降は普通に会社に出勤するということが出てきますので、そういう日はね、さすがにちょっと動画を撮れないという問題が発生してきます。で、今ね、そのために先ほども動画を撮りだめてるっていうふうに言っていたんですが、まあ、6月以降もね、仕事が始まってもちゃんと動画投稿ができるように、今準備をしている次第ですね。うん、そうなんですよ。まあそんなね、週5で働いてるわけじゃなくて、まあ週2、3ぐらいでゆるく働かせていただいておりますので、だからそんなこうめっちゃ動画が途切れるみたいなことはないとは思うんですが。極力毎日投稿は続けていきたいなと。なんか、それがなんかなんだろう。僕の、今、生命線というか、性格上ですね、まあ、0か100かなんですね。なんで、一回途切れてしまうとなんか、気持ちも途切れてしまうので、僕の場合は毎日投稿を続けたくて、まあ、それを達成するためには、ちょっと今余裕がある5月のうちに作っておかねばならぬなと思って今取りだめをした結果、先ほどのようにね、時系列がごっちゃごちゃになって、あれ何をいつ喋るんだっけっていうのがわからなくなっちゃうっていう、そういうね、あのジレンマがありますね。で、ちょっとね、今回ちょっと、まあ、先に皆さんが寝てしまう前に、告知をしたいことがございまして、なんとですね、この度、ライ麦のサブチャンネルができました。サブチャンネルを開設いたしました。そちらね、リンクの方は概要欄に貼ってるんですけれども、6月からね、2020年6月から毎朝生放送 YouTube ライブで、やろうかなというふうに、思っております。はい、毎朝です。はい、毎朝です。今もね、実はまあツイキャスというアプリソフトサイトを使って、毎朝やってまして、それをちょっとね YouTube の方に移してみようかなっていう実験なんですけど、まあそれをいきなりメインチャンネルでやると、なんかごちゃごちゃっとするじゃないですか。今読み聞かせとか眠くなる動画を上げているのに、まあ朝のねちょっとテンション上げめなものをそのチャンネルにポーンって入れちゃうとちょっとごちゃごちゃっとするので、ちょっとチャンネルを分けてサブチャンネルの方で、まあ目覚まし配信という形で、まあカフェミュージックなどを流す予定なんですけれども、まあそちらをねやっていこうかなというふうに思っております。で、まあなんでしょうね、
まあ、アーカイブも残しますし、後からね、見ることができますので、十分ね、そのリアルタイムで参加ができなくても楽しめるように、コンテンツを考えております。ね、クイズとか、もしくは体操とかね。まあ、体操なのか、わからないですけど、まあ、体操なのか。ラジオ体操みたいなものをね。ラジオ体操ちょっと微妙なんですよね。YouTube 的には微妙だから。うん。クイズもまあ、YouTube 的には微妙かもしれない。どうなんだろうね。まあ、ちょっとその辺探り探りやっていきますが、まあ、雑談メインで、朝ね、定期的にやる、生放送のチャンネルを作ります。で、もちろんね、生放送だけじゃなくて、チャンネルの名前がね、ライムギスラッシュ遊び場という、チャンネル名になっておりますので、まあ、こっちのね、眠くなる系のチャンネル、メインチャンネルには上げられないような、まあ、実写版の動画ですとか、あと、そうですね、まあ、ゲーム配信とかね、うん、そういうこう、もう、このチャンネルはもう眠り特化。眠くなる特化でやっていくんですけど、まあそれ以外にちょっとやりたいなって思ったことはそっちのサブチャンネルでやっていくっていうチャンネルにしたいなと思っておりますので、ぜひね、動画の概要欄の方から、チャンネル登録の方ね、よろしくお願いいたします。はい。まあ実験ですね。どんな風になるのか。それはそれでね、なかなか、面白いことになるかもしれませんね。まあある意味毎日投稿になるわけですから、うん。で、やっぱりその YouTube ライブのいいところって、そのリアルタイムで聞き始めなくても最初から聞けるんですよね。だからまあツイキャスだったら毎朝絶対6時に起きないと聞けないんですけど、YouTube ライブの場合は例えば7時に起きました。じゃあ、ライムギさんのサブチャンネルの今日の朝の動画、ピッて押そうかな。再生しようかなと思って押したら、最初から見れるんですよね。だから、その人の起床時間に合わせて、まあ、ラジオというか、生放送をすることができるという、めちゃめちゃ素晴らしいなぁと思ってまして、その点において、まあ、ツイキャスよりも、こう、優れている点なのかなっていうふうに、その点は優れている点なのかなというふうに思っております。ので、まあちょっとね、あんまりやってる人いないと思うので、実験的にはなるんですが、まあ、ちょっとやってみようかなと思ってますので、まあ、毎朝ね、毎朝の BGM に困ってる方ね、もうなんか僕が喋らなくても、カフェミュージック流しますので、まあ著作権フリーのものですけど。なんかそれだけでも、それ流れてるだけで、なんかちょっと朝が優雅になるような、そういうチャンネルにしたいなと思っておりますので、ぜひぜひね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。今登録すればね、本当にね、今日、5月の20日、なんですけど、このラジオの収録日&投稿日が5月の20日、2020年5月の20日なんですが、5月20日に開設したチャンネルです。なので、今日登録すれば、開設当日に登録をしたチャンネルです。なので、もうゼロからどうなっていくのかを見ることができるというちょっとレアなね、体験ができますので、ぜひぜひ、今日作ったんで、今日登録すると、めちゃくちゃ面白いことが見えるかもしれません。はい。よろしくお願いします。波の音いいですね。このヒーリングミュージック、いいですね。なんかちょっと日暮らしっぽい音も入ってるね。時々、かなかなかなって。
これいいですね。なんか普通にこれ流しながら星座解説とかやっても面白いかもしれないですね。それとか、まあ、星座解説今やってますけど、僕星と同じくらい海が大好きなんですね。で、初めて書いた、自分の物語、長編物語、宿会のポポっていうお話がありまして、もうね、うちのブログの方にはもう原稿上がってるんですけど、そちらもね、動画化して、僕の予定では、6月の中旬ぐらいですかね、に動画化してあげたいなと思っているんですが、それぐらい海が好きでして、なんだろう、海の星座解説ならぬ海洋解説みたいなのもやってみたいですね。ね、深海のお話とか、ね、そんなんもやったらいいかもしれないですね。この海のヒーリングミュージックを流しながら深海解説とかやるのは面白いかもしれないですね。知られざる海の世界を語る。ちょっとすいません、メモっていいですか？メモっていいですか、うん、それいいアイデアだな。海洋解説、忘れちゃうんで、メモっておきます。ありっすね、うん。海洋解説動画とかね。あ、消えちゃった。うん、これはあれかな？芯がなくなったのかな？芯がなくなったね。ちょっとガサガサするから今回やめとこう。消えちゃったね。まあありかなって思いますね。ね、そのもやってみたいですね。やってほしいよっていう方はね、ぜひコメント欄まで。やってほしいよっていう方が多かったらちょっと考えます。いやー、最近ね、人知れずですね、TikTok というものを始めまして、なんかこう、あるじゃないですか。TikTok、知ってます皆さん、TikTok って。僕、全然触ったことなかったんですけど、存在は知ってて、なんかすごくね、人気なアプリだなーっていうのを、存在は知っていて、で、それを始めたんですね。今、いくつか動画を投稿してあるんですけど、まあ、短いショートムービーなんですね。15秒ぐらいのショートムービー、もしくはまあ1分、上限1分ぐらいまでのショートムービーを載せることができるアプリ。で、よくね、可愛い女の子とかが、こう、自撮りで、こう、てん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 とか言ってこう、ポーズを決めながらやるんですけど、うん、僕は、顔出してない、顔出してないので、TikTok で何をするかって言われた時にですね、ふざけ始めましてね。うん、ふざけ始めました。まあ、テーマはね、くすっと笑えるでやっていこうかなと思ってます。うん、TikTok のテーマは、ちょっと笑える。で、やっていきたいなぁと思っておりまして、まあ、今投稿してるのはどういうやつかっていうと、まあ、4コマ漫画なんですよ。自分で棒人間ですけど、4コマ漫画で描いた絵をパッ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 と写しながら、そこに僕がアフレコで、アテレコで、声を当てて、で、起承転結で落ち着くって、はっはっはっは、みたいな。はっはっは、みたいな。みたいな。そういう、ショートムービーをね、TikTok で投稿してます。
投稿してございます。こちらもねリンクを概要欄に貼っておきますのでね、ちょっとね見たいな気になるなって方はぜひ見てみてください。なんか意外とね始めた頃フォロワー20人ぐらいでスタートしたんですが、そのフォロワー20人ぐらいの時に投稿した最初の一発目の初投稿の動画がですね、なんか3000回とか4000回とかなんか3000回くらいだったかな、再生されて、で結構ね人気というほどじゃないけどそこそこ見られたんで、そこそこ面白いんだと思います。はい、ぜひねこれからも継続的に僕のまあそれこそ遊び場としてね機能していく TikTok ですので、ぜひね、まあ、もしやられてる方はね、概要欄から、フォローの方ね、よろしくお願いいたします。うん。まあ、なんかね、YouTube の宣伝動画なんかも作ってあげていけたらなと思って。まあ、ちょっと TikTok のユーザーに眠くなりたいなっていう人がいるのかどうかというところは怪しいですが、うん。まあ、TikTok は TikTok で楽しみながらやっていったらいいのかなって思います。ちょっとね、普段のこのメインチャンネルの僕とは違った一面をね、見せる場所として、まあ、さっきご紹介いたしましたサブチャンネルですとか、まあ、TikTok 使っていこうかなというふうに思っておりますので、ぜひ、登録の方ね、よろしくお願いいたします。いやまあ SNS 系で言うとまあやってるのがこれで YouTube がまあ2つで TikTok、Twitter、そしてまあ実はね Instagram もあるんですね。 Instagram は顔は出てないけど体は出るこの体は出るで僕の旅の写真とかを載せている Instagram があるんですよね実はね。これは結構昔からあるやつなんですけど、そんな積極的に運用しようとかっていうことなく、ただ趣味で写真を上げているアカウントなんですが、一応じゃあこれも概要欄に載せておきますね。ついでに載せておきます。サブチャンネル、TikTok、Instagram、盛りだくさんですね。盛りだくさん。今日はみんな大変だね、寝る前に。いっぱい登録しなきゃいけない。いっぱいフォローしなきゃいけないね。うん。ごめんなさいね。なんか、眠らせようっていうラジオなのに。そう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 。まあ、そのあたりをちょっとな、駆使しながら、楽しんでやっていけたらなというふうに思います。はい。いやーまあ、そういうね、活動をしていて、まあ、この前ね、初めて、一緒に読書というね、動画を上げたんですが、なかなかあれが好評でして、ご好評いただいておりまして、なんかね、読書を本当に、あれを聞きながら本を読んだよっていう方が結構いらっしゃって、僕嬉しいんですけれども、まあ、定期的ね、一週間に一回くらい、投稿していけたらなぁと。で、その中でね、僕のおすすめ本みたいなものを紹介しておりまして、まあ、第1回は、相田光雄の、一途に一本道、一途に一つごとという本をね、読みながら、まあ、たまにつぶやくというね。まあ、僕がたまにつぶやくって言って、たまになわけはないんですよね。喋るの好きだから。まあ結構喋ってますよ。それはもう許してください。ね。結構喋っちゃってるんです。もうごついラジオです。あれは。実はもう第2回もね、さっき言いましたけど、来週の月曜日に出るんですけど、それはもう喋ってます。ずっと喋ってます。ラジオです。ね。でもまあ、BGM 程度にね、ちょっとクスクス笑いながら、
本を読むというね、時間を、まあ、別に月曜日じゃなくてもいいですけど、僕はまあ月曜日に投稿しますが、まあ一週間の中で一日とか、まあ、こう、一時間ぐらいね、本を読む時間を、それの動画を流してる間は、本を読もうかなっていう、そういう時間をね、作るのはいかがでしょうかというね、そういう提案の動画なんですけど、まあ、どうですかね？どうやった？一緒に読書どうやった？ぜひね、感想とか、あとね、自分がその動画を読みながら、こういう本読んでましたよとか、ね、一緒にこんな本読みましたとか、あと、こういう本が逆におすすめですよみたいなね、私のこう、ソウルブックというか、何か困った時に立ち返るような本、それから大好きな本、これなんですっていうのがもしございましたらね、ぜひコメント欄まで、お送りください。それを読んで、ああそんな本あるんだとか、で僕も読んでみてね、で後々一緒に読書の動画の中でご紹介したいとかね、いうこともあると思いますので、ぜひおすすめの本とかね、感想とか。コメント欄までお寄せくださいませ。で、ちょっとしばらくね、波の音を聞いてみましょう。
ということでね、しばらく波の音を聞いていましたが、その間ね、画面上でふざけ倒していたライムギです。ごめんなさいね。気になっちゃった方は、まあ明日起きてからね。明日起きてから、ふざけていたのと、ちょっと見てみようかなと思った方はね、明日起きてからでいいです。今はね、そのまんま目を閉じて、ゆっくりとね、過ごしてください。いや、この子はね、マロムギと言います。まあ、いわばうちのペットですね。うちに唯一ある動物のぬいぐるみ。僕が大事にしているマロムギという子なんですけど、なかなかね、このマロマユと、それから目がね、眠そうな目が可愛いでしょ。マロムギという名前です。もううちのマスコットキャラクターみたいな存在ですね。うん。そうなんですよ。ね。可愛いんです。おーちちちちち。本当に。僕の癒し。ずっとね、デスク上にいて、僕が作業している時とかね、ずーっと見ていてくれます。うん。超可愛いです。ねえ。今、ライ麦に、よしよし、なでなでをされているわけですが、ここはね、マロ麦の特等席なんで、そこ変われと言われても、マロ麦はどかないと思います。うん、ということでね、今回の波音ラジオは、この辺りでおしまいにしようと思います。ね、これでもまだ眠れないよという方は、今かなりね、評判と言いますか、再生回数がぐんぐん伸びてる、米軍式睡眠法というものがございまして、そちらのね、リンクを動画の概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ、そちらをご利用ください。これ、すごいみたいですね。すごい勢いですね、今ね。まあ、ちょっと BGM のね、音が気になるよっていう方がちらほらいらっしゃるので、近日中に BGM の音量ちょっと抑えたね、バージョンを作って、投稿しようかなとは思っております。まあ、ひとまずは、既存の、まあ、十分眠れると思いますので、僕は聞いてそんな気になるかな、どうかなっていうぐらいなんで、うん。まあ、敏感な方はかなり気にされるんですが、ただすごく眠れるみたいで、コメントですごいんですよね。本当に寝ちゃいました。他の、睡眠系の動画は全く寝れないのに、ライムギさんの米軍式睡眠法は本当に眠れましたっていう声が多数届いてまして。なんで、もしよろしければね、こちら、ぜひ概要欄の方から飛べますので。すごいね、今回は概要欄に4つもリンクが、サブチャンネル、TikTok、Instagram、そして米軍式の睡眠法ね。ぜひチェックしてみてください。ということで、お相手はライムでした。おやすみなさーい。